月曜日ちょっとね昨日お休みでちょっともうかったりんだよ月曜日っつうのはみたいな感じでね、しかも雨がしこしこしくしくしこ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 降っております。しとしとですね、すいません、しとしと降っておりまーす。もうね、仕入れ行くだけでたまらなくちゃ大変なんですよね。はい、そして今日はですね、もう超手抜きいきます。ちょっと前やったかもしれないんですが、こちらですね、昨日お休みということで自分でつばみつくのめんどくせえなみたいな感じで、焼き鳥屋さん行って焼き鳥買ってきました。そしたらあのちょっと遅い時間に行って、もうこれパック詰めになってるんですよ、10本900円みたいな感じで、いやちょっとタレ2パックお願いしますみたいな、20本みたいな、ね、そんぐらい食うんじゃねえのみたいな、あもうじゃあちょっとお兄さんも終わりだから1パック500円でいいよみたいな、いやそんな安くしてくれんの、じゃあすいません 塩1パックみたいな感じで、合計30本もつ煮チート2袋を買ったんですよ。だからもうそんなに買ってことは悪いじゃないの、じゃあもう1パックおまけでつけるからみたいな、焼き鳥40本みたいな感じで全部でね2600円で、もう夢心地夢心地みたいな、結局ね、20本は食べきったんですが、あと20本ですね、これ10本もう10本ね冷蔵庫入ってます。これを使ってね、焼き鳥たまどん作っていこうじゃねえのみたいなね、超簡単手抜きで、もう前置きばっかりなくてすいません。それでは早速作ってまいりましょう。はい、それではね、焼き鳥たまーディンですね、たまーディン作ってまいりましょう。はい、焼き鳥はまあこっちに置いといて、まずですね、ネギターマですね、ネギターマ、ネギターマ好きなだけね、ガッツンガッツンツリリンコと、はい、切ってください。はい、こんな感じでいかがでしょうか。ちょっと分厚いかな、まあいいんじゃないでしょうか。あ、めんどくさいな、これ全部入れちゃえ。はい、全部入りました。はい、そうしたらね、本題の鶏焼きですね、鶏焼き、はい、もうお好きなやつね、これミックスで入っちゃってるんですね、ミックス焼き鳥たまどんですね。つくねは欠かせないですよね、つくねガツンガツンと、いや昼からそんな食えねえなーみたいな、はい、これは胸肉でしょうか。はい、胸肉ガツンガツンと、おお硬えな、さすが、おお冷蔵庫のこともカツカツになっております、カツカツです。はい、入れて、これなんだ、うんと、これは白ですね、白、白入りまーす。それからそれどうしよっかな、これか、これなんだ、これカシラか、カシラ硬そうで怖えな。ということは、レバーいきますか、バーレーミックス。要するにつくねと普通の肉ですね、小肉、プラスレバー&白入りました、4種類ですね、ミックス。まあ、ちょっとまだあるんですけど、こんな食えないんでね、これだけで作っていきたいと思います。それではね、ミックス焼き鳥たまどん作ってまいりましょう。こちらですね、どんたれ用意してあります。どんたれの作り方は別等にございます、そちらご参照くださいませ。そこにですね、はい、串から取ったね、焼き鳥&ネギターマですね、はい、ネギターマ、はい、これをガツンガツンと入れて、はい、添加一発お願いいたします。あとはね、ぶっくらコント玉ねぎはね、やや火が通ったら玉を取って、もう出来上がり、もういいの、そんな感じで、もうオッケーオッケーオッケーなんじゃないでしょうか、うまそうです。はい、いい感じでね、焼き鳥丼、焼き鳥ね、昨日の焼き鳥も温まってそろそろやらけんじゃねえのみたいな、玉ねぎもいい感じになりました。はい、そうしましたらここですね、生玉ねぎですね、はい、ガツンと割って、トキトキトキンコトキリンコですね、トキ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 混ぜ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 ティングとガンガンと、はいはいと、はい、それではね、これを回しかけて、はい、あとはですね、この卵が半熟程度に固まるのをね待って、飯の上にかけて、ミックス焼き鳥たま丼の完成となります。それではね、ちょっと待ちましょう。いい感じでね、卵とじ出来上がりました。それではね、あとこれを飯にかけて、食してまいりましょう。はい、それは、飯の上にね、ガツンガツンツルリンコと乗っけちゃってください。この半熟加減がね、最高最高最高ではないでしょうか。曇って前がよく見えません。いや、これかなりの大盛り、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 大盛り。次は大盛り、大盛り、浜松町。ご利用の方は乗り換えになりませんね。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、そしていつものように、アクセントの紅しょうをつけて、はい、完成となります。それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。テーブルの方にですね、ミックス焼き鳥玉丼を運んでまいりました。もういつものようにね、一味唐辛子、焼き鳥といえば一味だろう、ガツンガツン、かけすぎか今日もみたいな、ね、このカプシンスか
このカップ震災効果でこのウッドシャーメンすっ飛ばしちゃいましょう。じゃあまずつくねからいただきます。あっ、あっ、うんうんうん、ココナツくね、あっつ、うん、つくね美味しいんですよ、本当に。いただきます。うん、うん、あっ、うんうんうん、あっ、うんうんうん、あっつ、うん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 、熱いです。うん、小肉かな。いただきます。うん、あっつな、熱い、うん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 、熱い、うん、レバーですね。いや、これなかなか飯が出てこないですね、これね。これ多分4本で2人前ぐらい作った方がよろしいかもしれません。いただきます。うん、あっ、うん、4本で熱いな。うんうん、2人前ということは結構ね、うん、お安くできるんじゃないでしょうか。いただきます。うん、うん、うまっ、いや、うま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 ですね。まずいわけありません。いただきます。うん、うん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 、今白が入ってて、このプルプル感ですね。これ白かみたいな、うんうん、白のプルプル感も最高ですね。うん、うん、うまっ、うん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 、最高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 ですね。うん、うん、最高。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、ミックス焼き鳥卵の作り方、これを動画にしてみました。もうまずいわけありませんね。もうね、10本ぐらい買ってきて5人前ぐらい作れちゃうんじゃないのみたいな感じでございます。もうちょっとね、焼き鳥足んない場合はちょっとかまぼこかなんかでガスを増やすとかね、まあいろいろやってみてください。もう本当に美味しいんでね、よろしくお願いいたします。そして動画アップのモチベーションを保つために、皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。うまいです、最高、ミックス焼き鳥、どうお、それミックス焼き鳥玉丼、失礼します。